今日は三芝の珍スポット&おすすめのお店参戦をご紹介します。三芝ではサーフィンや水遊び、魚釣りなどが楽しめ、大自然にぐっと近づくことができます。枠組みをコンセプトに設けられた芸術的オブジェが山芝区の入り口のランドマークです。これは群れをなした鳥が首を伸ばして羽ばたくように見えるオブジェで、行楽客を山芝区へと案内してくれているかのようです。海辺の小さな町の風情をじっくりと味わってみてください。台北から三芝へ行く方法はバス、電車とバス、タクシー3種類あります。電車とバスは一番おすすめのです。 MRT の淡水駅から862番と863番に乗車、100ドルぐらいで三芝に着ける。タクシーなら運賃が高いのでおすすめしません。まずは珍スポットを紹介します。 MRT の淡水駅から車で40分、バスで90分くらい。正式名称は不服町山寺十八羅漢堂です。三芝貝殻廟とも言えます。日本 TBS テレビクレイジージャーニーの佐藤健二さんが紹介してます。貝殻とサンゴを飾るとして知られています。とっても珍しいお寺です。美しいだけではなく金運アップのご利益があるそう。たくさんのサンゴと貝殻、時々富士壺で埋め尽くされています。中はくねくねした道になっており、至る所に小さな神様がお祭りされています。壁から天井まで全てサンゴと貝殻で埋め尽くされていて、竜宮城の中のようです。一つ目のお店はローチホーです。ローチホーは三芝で美味しい小米包みを食べるならここ。地元の人たちだけでなく観光客の間でもますます人気が高まっています。食事時には混み合って満席になることも。万が一満席になった場合はテイクアウトも可能なので利用してみてもいいでしょう。メニューはこんな感じです。あの亭太豊と同じくらい美味しいという口コミもありました。8個入りですが、一つ一つ代わりと大きいのでお腹が満たされます。皮はもちもち、中はもちろん肉汁がたっぷり、ネギが少し加えられていてメリハリが効いて旨味がぐんと増しています。三芝に来ていただければぜひお召し上がりください。2つ目のお店はポーラライトロースターズです。1つ目のお店から5分のところにあります。ポーラライトロースターズはコーヒー好きにはたまらない自家焙煎コーヒー専門店です。自家焙煎のコーヒーをお得にいただけるとあって地元の人に人気のお店です。エチオピアやケニアなど世界から集めた豆を天でロースト、その豆を使ってコーヒーを提供しています。お店の周りにはいつもコーヒーのいい香りが漂っていますよ。メニューはこちらです。コーヒーはたくさん種類があるので楽しめます。コーヒー豆もたくさん揃っております。アイスカフェラテは新鮮な牛乳をたっぷり入れたミルクとコーヒーの旨味のバランスが絶妙で捨てがたい。レモンタルトは程よい酸味が心地よく、甘みと酸味の程よいバランス、しっかり美味しいタルト聖地のタルトが大好きです。3つ目のお店は三芝大腸宝生町です。大腸宝生町は持ち前の腸詰めでソーセージを包んだ食べ物で、言うなればホットドッグのパンがご飯になった台湾式ライスホットドッグなんです。大腸はもち米で作ったソーセージのようなものです。もち米を炒めて小さく切った干し肉や揚げネギを加え、それを腸詰めにして煮ます。
大腸胞小腸とせずに、これだけを食べるときには、みーちゃんと呼ばれています。小腸は中華式のソーセージは、肉を包丁で叩き切るためにひき肉よりは粗くて、肉という区間があります。大腸胞小腸にしないとき、すなわち一般的にはシャンちゃんと呼ばれます。シャンちゃん自体がかなり美味しいんですが、みーちゃんが絶妙に合う。ソーセージ好きにはたまらないお店ですよ。今日は三芝の珍スポット&おすすめのお店参戦をご紹介しました。他にも芋団子、移動式北京ダック屋台などを紹介しません。最後までご覧いただきありがとうございました。